日本を仮想敵として見なす国は、残念なことに、かなり多くなっているようです。これらの国々が、日本本土を攻撃できる、弾道ミサイルは数多く存在しているので、対抗手段としての弾道ミサイル防衛能力向上が、喫緊課題とされています。2017年、平成29年、防衛省は、弾道ミサイル攻撃から、国民の生命、財産を守るための能力を抜本的に向上させることを目的とした、イージス・アショア2機の導入を決定していました。しかし、3年後の2020年12月18日、地元への説明不足や、候補地の地盤の問題など、様々な課題を解決できないと判断したため、イージス・アショアの配備を断念しました。その代替案として、既存のイージス艦より、はるかに高い迎撃能力を持っている、イージスシステム搭載艦2隻の整備を行うと、発表したのです。2022年12月16日、敵のミサイル発射基地などを潰す、反撃能力保有を明記した国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の防衛3文書が閣議決定されました。日本の近隣国を例にとると、北朝鮮はミサイル実験を繰り返し、知っての通り、ロシアはウクライナに侵攻しました。実は、日本と一番近い外国はロシアなのです。杞憂に過ぎなければいいのですが、ロシアがいつ矛先を日本へと変えるかもしれないという不安は常にあります。というのは、ロシアにはウクライナへ侵攻する以前に日本を攻撃する案もあったと報じられているのです。都市伝説でしょうか？中国は尖閣諸島近辺の日本領海への侵入を繰り返しています。この国は軍事力拡大を進めていて、軍事大国アメリカをもしのぐ勢いと思われるのです。こういった理由から、日本は最悪の事態を想定して、迎撃のみの防衛から反撃能力を保有する防衛へと、安全保障政策を大きく転換する方向へ動いたのです。ここで言う反撃ですが、敵が日本を攻撃してきた。手段そのものを叩き潰して、2回目以降の攻撃を完全に阻止することを指しています。敵国から受けた攻撃を理由にして敵地本土を攻撃することではないので、ターゲットを限定した反撃という形になります。攻撃してきた敵の手段に反撃する手段は対ミサイル攻撃、対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃などで、将来的には対衛星攻撃に発展すると推測されています。これらは、それぞれの専門部隊が行うべきで、特にイージスシステム搭載艦は飛んでくるミサイルの迎撃とミサイル発射母体に対する反撃を専門に実施する護衛艦であるべきという意見があります。地図を見ると一目瞭然ですが、日本は孤立した島国ですから、敵のミサイルは必ず海を渡ってきます。ということは、その発射母体を撃滅することが、イージスシステム搭載艦の任務というわけです。海上自衛隊の訓練や整備などのため、常に周辺海域で任務を遂行できる艦数は限られますから、イージスシステム搭載艦が、2隻では全く足りないということはお分かりですね。しかも、迎撃するためには、敵の弾道ミサイルの弾道下に位置しないと難しいと分かっています。つまり、日本周辺で常時警戒し、確実なミサイル防衛を行うためには、警戒上中海域を、日本海では、最低2カ所、東シナ海、太平洋に、それぞれ1カ所の計4カ所以上を設定する必要があるという計算になります。それに加えて、各海域に常駐し、
訓練、補給、整備をローテーションで行うことになると、少なくても3隻は必要です。ミサイルの再補給は、洋上ではほぼ不可能ですから、港へ戻らなければなりません。あの広大な太平洋に立った一箇所では少なすぎますが、太平洋へ敵艦艇が進出することは、さすがに事前に把握できるはずですから、ひとまずは間に合うと見られています。要するに、4箇所かける各海域3隻合計12隻以上のイージスシステム搭載艦を保有する必要があるという計算になるのです。海上自衛隊は、2022年時点、既存のイージス護衛艦を8隻保有していますが、これらは、護衛艦隊の対空防護任務を行う艦ですから、外洋で活動中です。だから、イージス護衛艦は、国内の防衛には回せません。なので、日本本土を敵の弾道ミサイル攻撃から守る任務のため、初めてイージスシステム搭載艦が整備されることになったというわけです。では、日本本土を攻撃してくる可能性のある日本周辺国の弾道ミサイル、巡航ミサイルの主要なものについて説明したいと思います。まず最初に中国です。中国は、ロシアと協力して、極超音速滑空体、ハイパーソニック、グライズ、ビアクル、HGV、および、極超音速巡航ミサイル、ハイパーソニック、クルーズ、ミサイル、HCM をはじめとする極超音速兵器を開発中です。マッハ5を超えると言われている極超音速兵器は、弾道ミサイルより飛行高度が低く、複雑な軌道を描けるので、探知や迎撃が非常に困難になっているのです。しかも、中国は弾道ミサイルに加えて、巡航ミサイル YJ-18 も開発しています。これは、固体燃料ブースターで発射し、ターボジェットエンジンで巡航し、最終段階では固体燃料でスピードを上げてターゲットに到達するという機能を持っているのです。さらに、中国は YJ-18 を発展させた CJ-100、ディフェンダー100、コチ100もすでに開発しています。これはターボジェットをラムジェットエンジンに変えてスピードを上げ、同時に射程も伸ばしてきました。世界三大軍事国家と言われるのが、中国、ロシア、アメリカで、すが、この三国は、すべて極、超音速兵器の開発と配備を進めているので、弾道ミサイルだけでなく巡航ミサイルも、日本の安全保障にとって、非常に大きい脅威になってきたことは確かです。お次は北朝鮮です。ご存知の通り、各種の弾道ミサイルの実験を時期を問わず繰り返しています。しかも、日本を射程圏に収める弾道ミサイルも複数保有しているのです。北朝鮮は、2022年11月18日、世界最大級の大陸間弾道ミサイル火星17号の発射実験を初めて成功させました。火星17号は、最高高度 6040.9km の宇宙空間まで上昇、距離 999.2km を約69分間も飛行し、朝鮮半島東側の日本海の公海上の予定水域に正確に着弾させたのです。宇宙ステーションは、高度約 400km に位置していることから、この事実は、その15倍以上の高さまで打ち上げる技術を他の国が習得している証拠になります。ちなみに、北朝鮮のミサイルが日本上空を通過するのは、2017年9月15日以来、5年ぶりのことで、合計回数は7回になります。最後の3つ目はロシアです。この国も、
多種類のミサイルを製造していますが、その中でもカリブルが今後数年間ロシアの長距離攻撃の主力になるのは間違いないでしょう。カリブルの陸上攻撃型はアメリカのトマホークに近い性能を持ち、対艦攻撃型の終末弾道は超音速で、敵にとっては致命的な兵器になり得ると思われます。対潜水艦型もあるので、魚雷発射艦から発射する追戦ミサイルのスタンダード版になると言われています。発射母体はトランスポートアー、エレクトアー、ローンチアー、通称テルと呼ばれる地上の発射台付け車両の他に艦艇、航空機、潜水艦です。陸上攻撃型である 3M14T と 3M14kg は、射程は最低でも 1500km を超え、かつ地形追従も可能とみられています。2022年11月18日、北朝鮮と同様、ロシアは RS-28 サルマト、通称サタン2の実験を成功させました。このサルマトに搭載されたのがアバンガルドです。2018年の年頭教書で、プーチン大統領は、アバンガルドは、隕石も軸火の玉のように、ターゲットへ到達、ミサイル防衛システムは無力であると、述べていました。アバンガルドは、前述の通り RS-28 サルマトに搭載され、ターゲットの約 200km 近くで切り離され、マッハ20以上で、ターゲットを攻撃する、極超音速滑空体のことです。これは、ウクライナ戦争では幸いなことに、まだ使用はされていません。日本周辺を取り巻く、軍事大国のミサイルを紹介しました。では、日本の海自が保有するイージスシステム搭載艦の迎撃多数反撃容量について説明しましょう。現在のロシアとウクライナの関係のように、巨大な軍事力を持つ国々が、突然、侵略の意思を持ち、軍を動かすことも、残念ながらあり得ることと想定する必要があるでしょう。対中国のように、日頃から、他国を力によって制圧し、一方的な現状変更は困難と認識させ、侵略の意思を抱かせないようにするという、抑止力も、十分に効果があると言えるでしょう。しかし、敵の侵攻を抑止するために、鍵になるのは、脅威圏外の離れた位置から、対処を行えるスタンドオフ防衛機能を活用した迎撃多数反撃能力であるという意見があります。後者の反撃能力を、1956年、昭和31年、2月29日、政府見解として、憲法上では、誘導弾頭による攻撃を防御するため、他に手段がないと認められる場合に限り、誘導弾頭の相手基地を叩くことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるとしていました。しかし、日本は、これまで、政策判断として反撃能力を保有してきませんでした。なので、現在、急いで脅威圏外から対処する能力強化に励んでいるところです。